皆さんこんばんは。こんばんは。パラスティカの豆だと澤出です。ラジオが始まりました。はい、第2回目でございます。いやー、1ヶ月早かったね。早かったんですよ。今回はね、ちょっと金曜日にね、実は出す動画がちょっとありますので、1日前倒しで最終木曜日に出させていただいてるんですけれども、もう私は怒りたいことがある。一つ、おっと、豆田さんどうしたんだい。珍しいよ、私が怒るなんて。いや、なかなかない。うちらほら温厚で有名だからさ。そう、温厚、癒し系で有名なんですけどハガキが来ない。あんなに言ったのに。でもね、うん、ハガキ送りましたってリプくれた人はいたのよ。あれ？だけどうちらの手元には届いてないの。そうなの、1枚も届かなかったの。まあね、これウームの悪口言ってるんじゃないけど、全然、うん、多少ね、その、うん、事務所に皆さんが手紙とか送り物とか、はいはい、そのハガキとか送ってくださるじゃん、うん、事務所にまずね、はいはいはい、でそこから一回チェックとかが入るのよね。そうなんだよね。なので私たちの手元に届くまでにかなりのタイムラグがあるのよ。そうなんですよ。下手したらもう何ヶ月単位とか実を言うとね、実を言うとあるんですよ。だからちょっとね、まあ、まだ来ないのかなとか思ってて、うん、まあね、まあ、美作さんとかにも、うん、あのハガキラジオの来てますかって聞いたんですけど、いや来てないっすねってつって嘘でしょね。って悲しかったけど、もうそれをね見かねた B 作さんが、じゃあ僕が3ヶ月間書きますよとお情けをかけてくださいまして、お情けチャンネルじゃん。はい、今回ね1枚 B 作さんからのみお便りいただいてます悲しいね、なんかうちらかわいそう。めちゃくちゃかわいそうよ、無造作にこんなこんな感じでね入れてくれて、心込めてちゃんと書いてくれたのかな読みますね、じゃあ、うん、ハンドルネーム、こちらフルネームだからちょっとモザイクかけ、モザイク処理してください。じゃあなんでフルネームで書いてきたんだろうこれ読んでいいってことですか。いや、これだって読んでいいってことよ。本当だよね、うん、ハンドルネーム、あ、ラジオネームだ。ラジオネームでしょハンドルネーム、インターネットに侵食されてるのですみません。じゃあラジオネーム B 作さん、ラジオ企画おめでとうございます。あざす。いつも動画見ています。あざす。パラスティカのお二人は恥ずかしいことありますか、もしくは最近あった恥ずかしい話を教えてください。 YouTuber 界の千鳥応援しています、はい、イラスト付きでね、いただきましたうちらこんな目死んでんのかななんか遠くを見据えた目してんだけど、これいや多分してるんだろうね、普段会った時普段してんのかな、うん、こういう顔してんのよ。かわいいよね。かわいい、ちゃんとね、ピンも青と赤つけて、うん、パラスティカってかわいい、変えて蛍光ペンでね、ちゃんと色とかつけてハガキ職人目指してんのかな、やっぱ目指してるよ。だこれでさ、ちょっと、うん、なんかハガキ送んのハマったなって思ったら、うん、多分自分の名前とか一切書かずに送ってくるよ、うん、あ、そうなんだ。すっと多分送ってくると思う。もう字でわかるわ、あとこの無機質な感じで恥ずかしいことありますかっていう。はもう毎日あるよそんなの。いや、ありますよね、うん、私は結構あのテレ屋さんなので、テレ屋可愛く言うとね、言い方テレ屋さんなので基本的に生きてることがちょっと恥ずかしいんですよ、うん、あ、でもそれわかるわ。わかる、うん、基本はね堂々としてるんですけど、生きてる上でなんか、うん、ドンってぶつかっちゃってもなんか、あ、すいませんって言うし力強くね、そう、すいませんって言うし、うん、間違えて違うなんかお札とか出しちゃって、うん、あ、多いですよとかってもすいませんってちゃんと言うんですけどあ、すいませんってないんだ。そう、恥ずかしいとかないです、すいませんって言うんですけど動画でね、こうやって散々全身タイツとか着たりとかしてますけど、うん、それをじゃあカメラなしでやってくださいって言ったら私は結構恥ずかしいですよ。いや、できないね、私は。できないですよね。できない。多分ね、あのみんなね、そのテンションなんだ常にって思ってるから、うん、あのカメラがあるといけることと、うんうん、自分単体の時にいけることってやっぱ違うんですよね。あー、でも確かにそれはあるかも。ありますよね、うん、全然ある。なんかこの年になってから、うん、新しく知り合う人とかってたまにいるじゃん、うん、うちらがその YouTube の活動をしてるって全然知らなかった人に、うん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 、YouTube 実はやっててって言われて、うん、
え、どんなチャンネルみたいな、どんな動画上げてる、うん、って言われた時が一番はずい、うん、その自分たちの活動に対して恥じてるわけじゃないし、全然、うんうん、すごい自信を持って毎日動画を提供してるんだけど、はいはいはい、うん、ファラスティカの沢でとしてじゃなくて、うん、あの本名の方で知り合った人に、うん、はいはい、自分の沢での部分を見られた時に、あ、やべ、ちょっとやっちまったかもしれんみたいな気持ちになる時がある。あ、はいはいはい、結構その日常とのギャップに悩むよね。そうそう、なんかそのオンオフがめっちゃあるとかじゃないけど、うん、うちら、そうそうそう、ま、割と通常時も動画のテンションではある方だけど、うん、動画内ってさ、うん、自分の限界とかアッパーをめちゃくちゃ超えてんじゃん。わかる。すごいわかるよ。動画外だったら、うん、ちょっとなーって渋っちゃうことでも、はい、動画回ってたらさ、うん、別に何の恥じらいもなくバーンってできること、そうそうそう、やっぱあるじゃん。あるある。だからその差だよね。あー、そうだね。そこのやっぱ差があるから、動画やってるっていうのが私結構周りに言ってないんですよ。うんうん。でバレた時があって、ずっと二十歳ぐらいからね、一緒にお仕事してる人に、うん、あのやっぱ全然普段と違うねって言われたもんね。ね、でもそう、恥ずいよね。なんかそう、なんかあんなに、うん、まあ、お友達といる時ああいうキャラクターなんだって思ってびっくりしちゃったって。私普段どれだけ静かなんだろうと思ったんですけど。いや、そうなんだよね。確かに別にそれが嫌だとかじゃなくて、まあ、それを踏まえてすごい面白いねって言ってくれたので、うん、まあいいんですけど、まあ他のクリエイターさんもそうだろうね。あ、そうですよね。いい意味で、うん、うん、回ってないとこでもずっとってやってたら、うん、大変よ。大変です。 TP を見て使い分けてるっていう部分がね、そうそうそう、あると思うので、 YouTuber 界の千鳥応援してますっていうことで。これはどう寄せてきます？だから髪型からとかそういうことですか？え、嫌なんだけど、うん、めちゃくちゃ体張って笑いを取るとかさ、うんうん、めっちゃ派手なことして笑い取るっていうよりかも、うん、ほんとなんかそれぞれが持ってる言葉のセンスとか、はいはい、なんかしゃべりのワードとか、うんうん、そういうおしゃべりでさ結構笑かしてくるじゃん。そうだね。でなんかお二人の空気感も良くて、うんうん、で仲良くてみたいな、うんうん、なんかそういうとこ寄せてきたいよねって思う。あー、なるほどね。まあ、うちらもそんな体張る方じゃないですから。うん、そうそう、ちょいから肌張りぐらい。まあ他の女性クリエイターに比べたらっていう、そうそうそう、ところだからね。いや、ビジュアルは寄せなくていい、うん、ビジュアルは結構です。ビジュアルは嫌です。ありがとうございました。ラジオネーム B作さんでした。ありがとうございます。皆さんからのね、おはがきはお待ちしてますから、引き続き我々は。そうね、うん、まあでもちょっとね、コメント欄ちらほら見てたら、はい、おはがきを送ることによってさ、多少お金かかってしまうじゃない。はいはいはい。そのお金かけて読まれなかった時、うん、マジ泣けるからちょっと送れないですみたいな感じで書いてる人もいた。あ、そうなんだ。そうだよね、うん、ごめんみんな。まあ確かにね。そうだよね。どうしたらいいんだろうね。まあなんか例えばね、ステッカーをじゃあ読まれた方にプレゼントとかがあれば、ね、それあればね、そう、みんな躊躇なく送ってくれるだろうね。なんかそういう風にできないのかな。ね、ちょっとそれは B 作さんと相談して、うん、専用のね、じゃあのこういう金ピカのステッカーを作って、ギラギラのやつね、ギラギラのやつ作って送れるようにちょっと手配しますので、はい、あの続報をじゃあお待ちください。7月の実は半ばに我々、Zoom でね、うん、ファラスティカのイベントをやらせていただきました、うん、そちらの裏話もしていきたいんですけれども。あー、裏話、まあ、裏話、まああれからもう2週間ぐらい経ってるので。早いね。早いですよ。もう Zoom がね、決まったのはもう6月の半ばぐらいですもんね、うん、決まってザースやりますって言って詰めてきましたけどね。え、ちょうど私が動画再開し始めた直後ぐらいよね、うんうん、そうだね。復帰しますの動画を出した日にさ、そのいきなりステーキ食べた話、パラパラ大陸でもしたんですけど、うん、
その時に組体操やんねっていう話になって、あーそうだそうそう、じゃあやろうよってなって組体操っていう演目を入れたんですけど、そうだそうだ、まあ好評でしたねあれね。いやーまさか私たちもあんなに盛り上がるとは思わなかった結構ゼロ100だったよね。すごい盛り上がるか、うんうん、マジで浸透するかちょっとビビってたもんね。割と浸透する方に気持ちが傾いてた部分はあった、うん、あー本当、もしかしたら浸透するかもしれない、うん、確かに。なんかそしたら拍手やっぱ煽ってもらおうねとかさ、そうそう、スタッフさんとかにさ、うん、言ってた。桜よ、もう桜ちょっと入れてくれないとこうやばいかもとか思ってたけど、全然そんなことなかった。心配なかったね。心配なかった。なんせそのうちらのイベント自体が、うんうん、久しぶりだったじゃん。そうだね、うちらだけのっていうやつ2年ぶりぐらい。そう、ウームに所属する前に自分たちでね、うん、実習イベントみたいのやってやったねっていうことはあったけど、はいはいはい、それ以来ぶりだったから、うんうんうん、いつもねなんかコメントとかリプとかくれるノリのいいパラピーさんたちに直接会うこと自体が久しぶりだったのよ。あー確かに。そうだから、そのねパラピさんたちの、面白に対するその熱意、うん熱意を、はいはいはい、うちらは甘んじてたわ。やっぱり確かに熱量がすごかった。おかしかったよ、うん、頭のネジ外れてたあの時いやあの日にやっぱ全てをねかけてきたんだろうね、うん、彼女彼らたちも。いや嬉しかったよ。声は出る。そう、ハンズアップはする。する。おたけびあげてくれる。あげる。すごかったですよ。マジで笑ってくれるし。そうで、うちらが圧倒されるっていう変なことを言ってたので逆にね、うん、すごい嬉しかったですよね。でもね、そういやでも すっごい最高なファン手に入れたなって感じしたしね。うん、間違いない。組体操は澤デイさんがねオープニング映像を作ってくれてあれね、面白い映像で、あの組体操の演目はね私が作ってっていう、そう役割分担をねして作ったんですけど、うん、いやーもうあれちゃんとね練習したんですよ本当に。方でうん、そうだね、ほぼ毎日練習場に足を替え、そう本当にリアルにスタジオちゃんと通って鏡見ながら音に合わせて何回も何回もやってねえ、意識高いですよやっぱり。イベントに対してのモチベが高い。高いのよ。あんなにちゃんと練習する人いないですから。あのさ、最初その、うん、まず曲決めから入ったのよ、あれ、はいはい、組体操どんな曲にする、うん、ってなって、うんうん、なんかちょっとうちらのそのね、うん、組体操のレベルと相反するぐらい、うん、めちゃくちゃ壮大な曲使いたいってなって、はい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 、でなんだっけ、スターウォーズじゃなくてなんだっけ、スターウォーズだっけ、なんだっけあれ、あターミネーター、そう、ででんでんででんででんでんででんのターミネーターみたいな曲使いたいですって、うん、あの事務所のね社員さんに投げたら、うん、さすがにフリー音源じゃないとちょっとっていうことだったので、うん、フリー音源の中からターミネーターらしいね音源を探していただいて、はいはいはい、まあ忠実にね、そうよ、うん、すごい忠実に再現されたみたいなフリー音源をいくつか候補挙げてくださったので、その中からまず選んだの。そうなので、そっから豆田さんがそのカウントとかいろいろ振って、でここでこの技入れる、ここでこの技入れるってやってくれたんだけど、思いのほかその中盤からめちゃめちゃテンポ上がる曲で待て待てこれ間に合わないぞってなったんだよね。そう、めちゃくちゃ早かったのよ。すごいもうね、パツパツだったのよね、うん、パツパツだった。だけどどうしてもそれを詰め込まないと顔を上げるタイミングとかがやっぱね、うん、やっぱ面白くなかったので、うん、そのためにうちら毎日毎日体育着で練習場に足を運び足を真っ黒にしながら練習して、澤デイさんは時には腰を痛めたりとかしながらね、靴下は何足もダメにして。いやそうなのよ。いや本当にあれは一生の思い出できた、ね、本当にやればできるね何でも人って。いや本当よ、だって肩車できるようになったからね。いや本当にそうよ。どうしようかなって思ったんだよね。そうできないっつってね、途中
途中までその B 作さんに補助に入ってもらうとか、うんうんうん、B 作さんに笛鳴らしてもらうとか、そういうアイデアも一応あって、はいはいはい、でまあね、最終的に自分たちだけでやるっていう風になったんだけど、そうそう、うん、無事にできてね、うん、サボテンもね、そう、キメキメでできて、そう、あれは素晴らしかったね。やっぱああいうメインイベントがあるとやっぱ盛り上がりますからね。だから今後もね、うん、なんかイベントするとき、まあ、来月8月も単独イベントありますけど、はいはい、まあ、ちょっとテーマとか、はい、そのメインの部分をこう明確にして今後も引き続きやっていきたいよね、はいはい、そうですよね。やっぱそこが結構我々が楽しめる部分でもありますので、うん、テーマに沿っていくっていう、そうそうそう、今回も結構話し合ったりしたんですけど、いや面白いと思う、私はかなり、いや私も相当おもろいと思う、ね、楽しくちょっと夏っぽい感じになるんじゃないかなと思っておりますので、来られる方はね、うん、ぜひ、もう当落も出てますから、そうだ、で入金期間にも入ってますので、ぜひ入金忘れなく、一般先着もね8月の3日からありますから、うん、ぜひ一般応募してください。外れてしまった方は ね夏ですよ、そして今思ってたら早いな、梅雨が明けてないからさ、そうなの、夏感がないよね。だってもう去年の今頃はピーカンだったよ。ピーカンだったよね、めっちゃ日焼けしてたもん。私サンダル焼けひどかった去年。そうだ、私もしてた、黒と白の足しましまみたいになっちゃってさなっちゃってね、うん、当時のバディさんにスクラブとかいっぱいでねこれ多分やったら多少は良くなるよみたいな感じでねやってたよね、うちらね。それぐらい黒かったんですよ。バディさんが見て、うん、うわって思うほどしましまだったってことよ。去年の夏の話はうちらの間で何回しても面白いのよ、うん、いや面白いよね。なんでかっていうと、うん、去年やっぱ1日2本投稿してたんですよね、私たち。そう、もうこの時期してましたもんね。してた、うん、でね、見返したら、うん、昼の12時と夜の8時投稿だった、うん、あ、昼の12時か、そう、朝の8時じゃないか、うん、うん、12時だったの、うん、だけどもうやっぱさ1日2本って大変よね、うん、いや大変よ、正直な話言うと、うんうん、夜の8時の動画上げたと思ったら、うん、もう十何時間後には、うんうん、次の動画上げなきゃいけなくて、そうそうそう、うちらがベッドで寝た日はほぼない、すべて椅子をくっつけてつなげて寝てたダイニングテーブルのね、そう、椅子くっつけて寝たりしてましたよ。だよく風邪とかひかなかったなって、いやー気張ってたね。いや相当気張ってたと思う。最中にユーフェスとかもありましたから。そうだよ、そう、うん、U フェスもあって U フェス出たりとか、 U フェス の、 その出番前とかも日本投稿やってたから、やってためちゃくちゃ編集してましたもんね。うん、してたね。そう、キョンクマさんに、いやちょっと おしゃべりしようよって言われたけど、いやちょっと今編集してるんであごめんなさい時間ないっす。そうすごい意識高い人みたいになってましたよね。あそこからだよね、キョンクマさんたちと仲良くなったのね、うん、それまで全然仲良くなかったですから全然仲良くない全然仲良くなかったのに、あれを機に仲良くなって、そう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 、そうそう、ラジオのねタイトルを募集してたんですよ。そうでした、そうそう、で、まあ、なんかコメント欄とかでもいただいたりとか、我々もね今一緒に話し合ったりとかもしてたんですけど、まあ、ちょっとこれいいんじゃないかなっていうのを2人で決めましたので、うん、はい、そちらを発表したいと思います。はい、せーの、今夜はあなたとカラスティカ。結構、うんうん、うちらの代名詞である、うんうん、あんた、あんたがなんとかとか、はいはいはい、あんたが大将とか、はいはい、あんたっていうワードが結構多くて、うん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 、あなたとじゃなくて、うん、あんたにした方がうちらっぽくないって思った。じゃあちょっともう一回言い直しましょうか。もう一回言い直しましょう。せーの、あんたと、あんたと、あんたと今夜はパラスティカ。あんたと今夜は、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 せーの、あんたと今夜はパラスティカ。逆じゃない、文章、今夜はあなたと、方がなんか、なんかしっくりくるよね。今夜はあんたとパラスティカ。あんただったら今宵の方がいいよね。あ、確かに今宵はあんたとパラ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、今宵にしようよ。せーの、今宵はあんたとパラスティカ。いいじゃないですか、しっくりきた。
しっくり、一番しっくりきたね、今ね。一番しっくりきた。いいんじゃない？こう、うん。いろんな人の意見をミックスして、ミックスして、そうね。作られた感じで。うん。みんなと一緒に楽しむっていう意味で、うん。今宵はあんた、とになってますから。とね。と。俺らだけじゃない。あの、うちらとあんたってこと聞いてる。大事よ、それは。それは大事よね。だから会話したいからハガキをよこしてって言ってんの、こっちは。これじゃうちらが提供してたっけ、うちらはこうこうこうしたいのに。一方通行じゃん。そうだよ、B作さんだけよ、3ヶ月間。悲しいな。9月まではよこすハガキ、それからはどうにかしてくださいって言われましたので。突き放されたよね。突き放された。あだ名。あだ名ね。うん、あだ名あった？ない。あだ名ない。なかった？今の人生で。ない。じゃああだ名募集しちゃおうかな、うちらの新しい。募集しちゃう？うん。頭文字ついてればいいから。うん、そうだね。可愛いあだ名欲しい、私結構なんかね、うん、親しみやすい、なんかチワワみたいな、うん、私チワワ今ハマってるから、チワワみたいな、ああいう繰り返す系の可愛いいいじゃん、あだ名欲しいんだけど。じゃあもういいじゃん、豆目で。だよ、ダメだよ、可愛くないじゃん豆目って。いいよ、豆目。豆目チワワは可愛いけど豆目は可愛くないじゃん。いいじゃん、ポケモンとかたまごっちでいそうじゃん、豆目って。豆目ってちょっと弱いやつ。すごい弱いの。見えないんだよな、こいつ。そうやっても見えないな。サワワ、サワワ、あー、なんかチワワみたいでいいじゃん。うん、確かに。まあ、でも母音のあの繰り返しは可愛いね、やっぱ。サワワとか、ババチワワとか。あ、そうだね。チワワもサワワも一緒だもん。だって一緒だね、チワワ、サワワ、サワワ。メダダでもいいんだよ。メダダ、メダダだと 強そうじゃない？すごい。メダダめっちゃ強そう。メダダめっちゃ強そう。すごい気に入ったら今後改名するの、うん。あ、解明はしないけど、やっぱラジオの時は使う。ラジオの時は使うんだ。パラスティカ あのメダダですって。メダダやばいな、うん。やっぱあるじゃん、あのアーティストの人でもさ、うん、作詞する時はこの表記でお願いしますみたいな感じ。あるある。だからラジオの時はそっちの表記でいく。いいじゃんそれ。うん、でサワデさんも変えた方がいいじゃん、うん、DJ サワデイに。デイにした方がいいかな。SAWADAY の方にした方がいい。デイじゃないんだよな。前ね、その雑誌のね、そうそうそう、あのインタビューの時に、そう、こう可愛い表記にね、フォントにしてくれまーす、うん、時にサワデイさんで、ね、デイ帰ってきてね、いやサワデイなのでサワデイじゃないんですよ。サンデーマンデーサワデイ。すいません、こんなちょっと、コーナーとかもやらずに、そう、ね、裏話とかもしたんですけど、うん、締めていきたいと思います。はい。はい。まあ、おはがきはね、うん、随時募集しておりますし、うん、まあ、何ですか、質問コーナーでもいいですし、聞きたいこととかもおはがきでね、うん、そうね。募集します。はがきにこだわってますから、こっちは。そうなんだよね。そう。うん、読み手側は結構楽しいんだよね、まあ、はがきの方が。そうそう、手書きでもらえるっていうね。うん、まあ、ちょっとそちらも今後ね、また随時考えていきますので、うん、まあ、よろしかったら聞いてください。はい。ということで、今週もありがとうございました。ありがとうございました。以上、パラスティカの豆だとサワデーでした。ごきげんよう。ごきげんよう。